こんなになって倒れへんって。なんかあるよね。もはやなんか、倒す方法があるってことよね。やばいやばい。めった刺ししてんのに、倒れへんで、この人。おっそっすー。ウィンターエンバー、続きいきます。マイクロベーサー、どうぞよろしく。カバー、こんなとこでもカバーできんやな。ってことで続きやっていきましょう。とりあえず前回嫌がらせをする人か、このクエストをやってたけど、このギャングの場所までたどり着けなかった。可能性としては前みたいに別のミッションやってたらまた行けるようになるんじゃないかなと思うので、今回はちょっとこっちのね、ダレン探しやっていこうかなと思います。泥棒になるはずだったケイシーは東国から解放され、兄との決着をつけなければならなくなった。アーサーは感心しないが、この取り決めに従うことにした。運が良ければコインの1枚や2枚、彼のために投げてくれるかもしれない。らしいです。ということで行きましょう。こっちの方にダレンがいるっぺえお話なんですか？敵いるね。もっと、瓶とかいっぱいないんかな。めっちゃ敵いるやん。これは、あ、どっか行ってくれた。バカだ。じゃあ。ちょっと待て。いっぱい、えっと、こんなの並べ、お前ら順番に並べ。やめて、順番に、えはじゃねえ、バカめ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 、あ、ありがとうございました。セーブが近くでよかったわ。で、ここをくぐり抜けるにはしばらく待機してたら、あいつらどっか行ってくれてんな。あ、見つかった。あー、もう見つかる。やばい、さっきと一緒、さっきより増えてる。うっす、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 逃げろ、逃げろ、どけ。へい、はっはっはっは。よし、こいや。はい、よし、さあやっていきますよ。ウィンターエンバー始まりました。で、あいつがどっか行ってくれれば多分ワンチャンあるんちゃうか。さっきちょっと、よし、歩いてた。で、こっち行ける。バレてないね。こっち開ける。今のうち、ロックピック。あ、開けていく。これで侵入できたんかな。あ、なんか、動物？ヤギ？あ、バレた。お前、え、待って。この野郎。あ、ちょっと。やばい。なんか、噛まれてるわ。ああ。ああ。ワンちゃん、やめて。ごめん、動物はあんまり。俺、殴りたくねえんだ。めっちゃ噛んでくる、お前。ゆるさん。お前が悪いんやぞ。俺は正当防衛したまでだ。ああ。餌用の
お皿があるけど、血入れといたり。で、もう一匹寝てる。こいつは？なんか、寝てんのが悪いってことにしとく。んー、これなんや。あ、いたー。開きました。なんなんこの場所は。ちょっと出血しとるし、とりあえずは進めたっぽいぞ。うん、あの場所なんやろな。ただダリルは、ダリルちゃうわ、ダレンはまだ向こう。お、いる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 、やばい、結婚が、結婚でバレるぞこれは。ちょっとずつ来とる。あれをうまいこと倒す方法ない？あ、来てるね。結婚、結婚チャーンス。どこ行った？あ、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 こっちだよ。あ、帰ってった。バカだなお前は。ちゃんと追ってこないと結婚を。そっちじゃないよ、俺はこっち。お、もう倒すと同時に物がパクれるようになったぞ。前のスキルのやつやね。ただなんかちょっとバレそうです。隠れる、パカッと。いけんのかこれで。え、いけるもの。どうした相手木。んー、あそこにもいるね。入ってった。あれ、捨て、捨て、よし。いいんか今の。敵がちょっとアホやったぞ。で、まだまだいるよね。こいつら全員やっていくか。お前も。なんでやねん。ステスできへんのかい。こら。え、こら。え、こら。ガードすんな。え、こら。ヒットエンド。クソ。スティン。はいはいはい、一体やば、あ、やば、あ、どっから。はあ、まあ、あいつら全員倒すまでちょっと頑張るわ。さあこれで大体さっきと同じぐらいには戻ってきたと思うけど、こいつ後ろからやれへんのよな。なのでいきなり先手必勝。くっ、いっぱい来た。違う違う、あー燃えた。あ、あ、しょうもな。死に方しょうもな。はあ、頑張ろう。バレずしてなんとかこう。あー、危ない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 。ステルス、なんでステルスできへんねん。おい、この野郎。おい、俺にクソゲート呼ばせんなよこのゲーム。頼むぜ。でで、なんかいろいろ取った。もうあの辺の敵無視しといた方がええんかな。こいつがステルスできそうにねえのよな。なんもないんかい。なんかこの辺いろいろ物色だけしたら
ああ、ちょっと無視してこいつら。ある程度は倒したからな。もうなんや。ん？とりあえず先にあいつを探しに行くか。なんかいろいろ。お宝。食べ物。OK。これで、こっちに。お、あいつか。あ？ There's that dirt bag. あれ？ All right, listen. I'll speak to him, and if he doesn't fess up, いつの間にか依頼人もいる。But please, don't rough him up too much. Not looking to lose a brother. 手荒なことをするんじゃないぞって。叩き潰せと言っといて。Oh, don't be late. We'll not delay its voyage. Unbelievable. You stupid backstabbing rat. You really screwed up this time. Oh, brother, what are you doing here? I was caged like an animal, left for dead. You greedy fool. Honestly, I didn't know they'd punish you. It's an initiation. If you can't finish the job, you can't join. That's all.I didn't know they'd hold a grudge. Besides, who wants to join their lame club anyway? That tiny task ended up being a massive diamond, for God's sake. You saw the size of it? We can live like humble gentlemen, drinking coconut gin and... You mean you'd be sipping coconut gin? Arthur, whack this fool! このバカを叩け。テレン、ダレンを倒す。いいの？テイ。てい。ほんまにやっていいの？おい。ほら。全然こいつ。え？せっかく歯向かってこへんのにさ。いいの？はぁ。はぁ。いや、タフやな、こいつ。うる、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 うる。ちょっと待って、異常なタフさなんですけど。ふいふい、こいつ。え、血まみれですって。こんなにやって倒れへんて。なんかあるよね。もはやなんか倒す方法があるってことよね。やばいやばい、めっちゃ差ししてんのに倒れへんで、この人。嘘でしょ？ダレンを倒す。倒れないっす。私が弱いんでしょうか？こんなに嘘。嘘？え？あ、ステルス。なるほどね。うぃ。これで倒れんのね。いや、あんだけ切って倒れへんかったやつが。大丈夫か？クソほど切ったけど。元気やな、こいつ。You want to get another smack over the top of your head? Fess up and don't play dumb.I sold it to some guy who owns a stall in the market district. You sold the diamond to some random stall owner? You are maddening. I can't believe you're me, brother. Okay, you nitwit. Give us the gold and make them sell that diamond. And maybe I can barter with the iron gloves. What? That's all you got? あら、50円ですか。Well, I needed the money quick. So I got a little less than what I was bargaining for, considering the circumstances.And I had to pay for the boat out of here. Pay off my debts, bought me some nice leather boots. Okay, shut up and stay put. Shut up. Can you please find this blasted diamond while I stay here and babysit me beloved brother? Surely I can fix all this. 探してこいってことね。店のオーナー。闇金とはまた別のやつはどこそこ。また新しいところかな。さっきの、この辺のは何やったやろうね。まあ、いっか。
行くか。そんな大してあれじゃないよね。どうせちょこっとなんかお宝が、安いお宝があるぐらいでしょう。ってことで、こっちの方やな。多分まだ行ったことないエリアか。ここは破壊かの。で、なんかちょっと一個この辺にもクエストがあんのよね。これはブラントアローヘッドで壊せる。これやな。ブラントショット。ここは通れるようになることで、なんかあんのか。お、お家に入れるぞ。お宝。外には出れないな。こんだけか。お、あ、まだ続いてるわ。はしご下ろして、あ、セーブポイントあるやん。テリン、初めてセーブするときだけHP 回復すんねんな。2回目以降は回復せんっぽいのよね。で、ここはなんじゃい。ち、行けない。降りるしかない。なんか今ロックを解除って一瞬出たけど、あ、これか、マンホール。あ、これでやっぱファストトラベルできるってことやんね、多分ね。これはこっちに戻るためのルートなだけなんじゃい。ちっちゃい橋、ここはでも来たことある場所やから、こんだけか。特に何も重要そうなものはないかな。散ってみるか。誰かいる。うわー、敵かい。はっだい。せっかく回復したところやのに、お前来いや。はっ、はい、バリ成功。お前が雑魚じゃ。ここは、こんにちは。あ、いや違うか。なんかあのギャングがいたところの施設にちょっと似てる気がするんやけど。とりあえずこいつは敵よな。歩くの早いなお前。あい、残念。で、もう一人おったぞ。いる。あ、やばれた。残念。残念。はい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 。はい、俺の勝ち。なんかありそうやぞ、ギャング関係。あれ、今のステルス無理なんかよ。頼むぜ。やば、死んじゃう。死ぬわけにはいかんぞ。はっ、あぶねえぜ。無事いな。
で飯食って、ここ行けそう。はい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 、パカッと。ん、ウィスキールーム。んで、これはロックピック。はいはい、あ、じゃあいい、バカンチョ。こんなか。これの上への行き方が、ああ、どっかこっちから行くしかないんかな。鍵使った。ん、なんか取ったで。ホーム、下水道通ってアーサーの屋敷へ移動。何それ。ん、こっからやっぱあの下水施設に行けるってことかな。ん、ホーム、下水道を通ってアーサーの屋敷へ移動する。ギャング始末、いや関係ないか。迷った末にアーサーは家に帰り答えを探そうと決心する。どういうこと。新しいサイドクエストかな。迷った設定かい。じゃあ、あ、拾う。なんかいろいろいけそう。こっからやっぱギャングのとこ行けるようになってんじゃん。パカッと。あれ違う。あれ帰ってきた。はあ、どっか行けんのか。なんかあれやろ、こんだけ移動さしといてなんもないわけないやろ。んー、これはこっち側に入ったってことか。ホーム、ホームってのがちょっと気になんやけど、こっちから来たでしょ。で、こっから出れんのか。ん？はしご下ろして家入って、こんなけトン。何してんの俺は今。あ、マップには別になんもないけど、下水道を通ってアーサーの屋敷へ移動する。どういうこと。今それでだから来たんじゃん。アーサーの屋敷がどれのことを指してんやろう。ここ入ったらホームっていうあれが始まったのよね。地図には別になんもないもんな、マーキングが。えっか、無視しよう無視。たまたま来れた、それだけでえか。あまりに説明がないんじゃこのゲームは。ってことで、元々のミッションに
戻りましょう。あ、いや、この辺になんかマークあるけど、あ、アーサーの屋敷ってある。どこそれ。下水道を通ってアーサーの屋敷。え、あります？あ、ある。ん、南アナガルじゃなくてなんか別の場所に飛べるっぽいな、これ。行ってみましょう。これでどこ、家に入る。あ、え、自分家に帰ってきたってことか。あの忌まわしき燃やされたところってことやな。これ火でなんかできそうやで。火、と、でも鍵あるで。自分家から開けれるスタイル、そういうこと。あー、暗くてちょっと見にくいですけど、我が家ですかこれは。鍵かかってる。あの事件があった時のままってことかなこれ。どっかから入れるってことかこれは。くら、こっちなんかいけそう。ん、番犬かなんかいるんかな。ここでももともとオレンジ、あのアニメーションで会った時のことを思うと。入れた。父のオフィスを探し手がかりを見つける。なんか始まったで。あ、なんかおばあがいる。あれは敵？敵おばあ？ちょっとステース、あ、おばあ敵や。すまんな。どういうこと？なんでこいつらこんなゾンビみたいになって徘徊してんの？パカッと。何があってんこの町は。こいつもない。残念。どういうどういう設定。めっちゃいる。答え取って。は、早いな。あいつ振り向くな。はい、アイテム取って開ける。あ、所持品枠がいっぱいだと知らん間にパンパンなっとったわ。なんか矢を捨てたらいいんやんな。見にくいな。これをぽい、違う、取れない。間違って俺作ってもうたかな。ロープの矢をどっかで使えば取れるはずやぞ。とりあえずちょっとうろついて手がかりとやらを探しましょうか。たたたたた、いるね。そのまま向こう向いとけよ。
後ろから、はいはい、危な。たまにステルスキルが反応せへん時あるから。ん、アーサーは上を押すことで探検を、あ、やっとこれで探検が投げれるようになるんか。探検構えるけど投げ方わからへん。ええや。あ、ここが父のオフィスかい。なんか手がかりが。これ？お、俺の父の金庫。この辺りに暗証番号。暗証番号のヒントが近くに、おい、近くにあるはず。3桁か。この部屋にはなさそうよね。ちょっとうろつくて、あ、もう取れへん。いけるで。ベランダ、ここ出てもしゃあないわな。どっかにヒントありまへんか。うっと、敵、え、ちょっと、えい、危ない。えっと、ついよ。探検は、探検どうやって投げんの。うわ、毒入ってきた。うっそ、やば、やばい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 。ちょっと、回復。強い、こいつ。なんなんこいつら、マジで。この部屋入ったっけ俺。ロック解除、ベランダ、あ、ブラントアローヘッド壊せんのか。まあでも壊す必要別にないわ。は、あ、こっちは出れないのか。むずい。ここも出れない。ってことは上にとりあえず行く感じだな。これ聞こえるよ。もう開かない。ポワーク、いる。マリアム、妹の部屋。You were so young. So much to live for. 前はとても若かった。バレた。はい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 。何やねん、もうこいつ。この野郎が。あれ、外に誰かいるな。なんかあるんかな。でもって暗証番号になりそうなものは全然ねえぞ。Mom, Dad, I'll miss you both. 結局やっぱおとんもやられてんのか。鍵を探す。それがじゃあ、金庫ってことかな。あ、だが、探検だね。へぇ、全然、ヒントらしきヒントがないぞ。
ここであるよな、女とイチャイチャしてたらなんか変な忍び込まれてボコボコにされたのよな、主人公はな。とりあえずあれをじゃあ開けないと話が進まんっぽいけど、ヒントがなさすぎませんか？なんかあるか？ついでに一回壊しといてみるか、ここ。ほら。でもってあいつが、あ、これただの敵か。こんにちは。ただの敵でした。うわ、しかも2匹いる。それは聞いてない。それはやばい。逃げて逃げて。逃げて逃げて逃げて。早お前。はい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 。よし。1対1なら、うらうらうら、バカ野郎。 OK、 強こいつら。ポジション、番犬か。いや見えてなかったやめてやめて、もうめちゃめちゃダメージ受けてるわ。登ったりできる場所がこの辺にねえか。ブラントアローヘッドで壊せる。あ、なるほど。じゃあこれで、はい、なるほど、そういうのもあんのか。ほなとりあえず入ってみるか、こっちから。いろいろノーヒントすぎんぞ。あの金庫をどうやって開けねえ、結局。あここまで来たけど何すんねん。なんもできなくない？あ、何しに登ってきたんや、ここ。ワッツ。どっかにロープを引っ掛けたりとか。できぬ。マップ見るとなんかな、いろいろあんやけどな。開花のむず。ここ正面入り口でしょ。なんかやたらと破壊可能なマークがマップにはあるけど、破壊できる感じじゃないのよな。むずいぞ。とりあえずもう一回入って、こっちから行って暗証番号を探すしかないってことかな。あ、この下行ってなかったな、そういえば。なんか下に降りれるところがここや。めっちゃいるやん。まずはお前で、もう一体はまあバレるよね。あっぶんなポジションなくなる。激ムズなんですけど、この面。難易度合ってます？
暗証番号を、暗証番号的なものないですか。いる、敵いる、来てるとか言って気づかないで、よーしバカ、いいぞ。ええやつやった。他は暗証番号的なものは何もないよね。こっちは何もないな。包帯、ん、外に出る、外、あー、ここに出んのか。こっからどうしたらいいんや。頑張っていろいろ探してるけど、なんもなくない。暗証番号になり得るもの、お父さんないですよ。ヒントが隠れたところで何もないもんな。は？全パターン入れろってか？ノーヒントすぎるなぁ。この床に折ってるのはこれ以上見れへんし、わからん。あ、ブラントアローヘッド必要。これなんかできるぞ。ブラントアローヘッドを、はい、ウッドシャフト、クラフト、できない。まさか所持品パンパン、パンパン事件、バカ野郎かよ。これを落とす、これでいけるか。クラフト、オッケー、いけた。大変やな。これでこれを、ほい、燃えた。で、ドアだけ開けとこ。ん、なんもなしか。あ、まだ開けてない箱。いや、もう宝物は言えねえ。なんかちょっと壊してみたけど、別に新しく何かが出てくるわけではない。いやー、鍵の暗証番号さえ分かれば多分話は進むんやけどな。まったくヒントになりうるものがないよな。あれさえ分かればお話は進みそうなんですけど、ヒントが
ないってどういうことよ。そんなんありかよ。もう自力で頑張ってやっていくしかないんかな。あ、ちょっと待って、これ、え、前にもなんかこんな黒板あったよな、そういえば。ただ暗すぎて全然見えへん。え、これちょっと惜しいんかな。いや見えんわ、ダメだ、暗すぎる。わからんな。あー、おやっさんの部屋、目で見てもわからないんで、つけて消してつけて、もう気合で全パターン試してくか。999通りあるけど、もう手動でアナログのパワーを見せてやるわ。ああ、絶対ヒントないし、もうこれでやるし、これ以外方法ないよね。前みたいに金庫破壊とかできひんもんな。さあ気の遠くなること頑張っていきますわ。あ、来た。何番で開いたか分かんけど、205ぐらいで多分開いた。意外と早かったから良かったけど、結局どこにヒントがあったのか分からずじまいです。T. フランクが書いた手紙。親愛なるアダム、私はあなたが受け継いだ幸運を実感しています。だからこそあなたは自分と家族を豊かにするために、ほとんど誰も取らないような機会でさえも全て取ってきたのです。しかしあなたの運が尽きるかもしれないことを警告しておきます。あなたとあなたの取引はもはや一致団結していないようです。亀裂が生じつつあるようで深刻なものです。この対話は個人的なものでなければなりません。いつもの場所で会いましょう。グランドパークオブザコモン。もちろんペレットも連れてきてください。鳥に餌をやるのはあなたの番です。私はいつもそこにいてすぐに辞めるつもりはありません。フランク T。なんじゃこの手紙。あれ？まだなんか行けてない場所あんのに。更新されたな。南アナーガルに戻る。なんかこの場所を行ったり来たりする感じなんかな。あ、なんか、あ、入ってきた。はい、man. He should be here somewhere. Turn this place upside down. 場所を上下反対にするんだ。Shit. Who are these men? Best I make an escape before more turn up.逃げろってことやな、とりあえず。逃げます。スタッ、あ、いた。やば、死んじゃう。あー、ここにも敵いるのね。やばいやばいやばい。さあ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 。おい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 。え、ちょっと待って、どっから出るんやったっけ、俺。右の方行かなあかんやったっけ。こうか。やばい、やばいやばいやばい。敵がめっちゃいる。草むら、草むらからの脱出。あ、扉閉めて。ああ、やばいやばいやばい。早い早い早いっす。あなた早いっす。戦うか。ガード。さあさあ。ガードし、ガードしっかりして。あ、バカめ。く。あー、いっぱい。あー、取ります。取ります。うっちゅーん。
どっからでしょうか。ん？え？クソ戻らされたんちゃう？初めて、あ、違う。初めてここ開けましたよの、あ、違うわ。手紙読んだ後やった。よかった。はぁ、あ。Right, man. He should be here. うん、もういい。Shit. Who are these men? うまく脱出するには、うまく脱出、いやーでも、ルート的にはやっぱ、ここ出ていくしかないんやんな。あ、ここ壊したのに元に戻ってる。すっ、ここ絶対食らうな。あ、いる。やばいやばいやばい。で、こっち地下室しかないから。やばいな。結構どう頑張っても敵と、ポーション回復、敵と鉢合う感じでしかこれ、いけなくなってるな。くそ。来い。はっ。もう二人はせこいって。ええ、こら。へい。へい。ちょっと。どこ行って。ほいや。なんでガードできへんねん、もう。ガード。はい、はい、はい、はい。どうした。もう来んな。はぁ、あ。HP 全然ないんすけど。こっち来んなよ。ああ。なんでこんないっぱいおんね。いや、閉まってるやん、そこ。お前ぐらい、お前ぐらい。一人なら。いっひ。クソゲーか。このゲームクソゲーか。はあ、ということで、とりあえずここでセーブはできてるっぽいので、ああ、ちょっと、ムカついてきたんで、この続きはまた次回、脱出から頑張っていきたいと思います。ていうかマジでほんまノーヒントやったんかな、全くわかりませんでした。ということで、またです。それではまた、よろしくどうぞ。